おはよう。ゆうく家ボロボロ。これ噛んでね、自分でね壊してるんですけどね、今日はねちょっとねチャオハウスの途中経過をねお見せしようかなと思っております。だいぶねこの前胸上げでまだ柱までだったんですけどね、だいぶこうこんな感じでねもうサッチが入って屋根までできてますね、屋根まで。こんな感じ。で、ちょっとね、中をね、今日まだ大工さん来られてないんでね、中を見せたいと思いますね。うん、せっかくだから、ちょっと途中経過をね、ずっと撮っていこうかなと思っております。ね、よいしょ、よいしょ。これ勝手口ですね。お散歩なんか行くときはもうここから、外に連れて行きます。じゃんじゃじゃーん。じゃんじゃじゃーん。まだまあ何もないけどね、断熱材まで入ってね、こんな感じになってます。こんな感じ。換気扇がね、1箇所、2箇所つきますね。でね、こっちから入ってね、ここがね階段になるんですね。2階への階段になります。でここにねこうなんかついてますけど、これ水道の水道です。ここにね120センチの、シンクを置く予定です。うん、シャンプーしたりするようなねトリミングのシンクを置きます。でこの横に、トリミングテーブルをね設置しようと思ってます。だからもうこの部屋で何でもねできるような感じですね。ここもうワンコたちの部屋です。全部ね、14畳ありますね。うん、こんな感じで、まあ階段がまだないんですけどね、脚立がかかってるんですけど2階に行ってみたいと思います。怖いっちゃんね、グラグラするっちゃん。ふぅ、よいしょよいしょ。あ、危ない危ない。怖い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 。怖い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 。こんな感じ。まあまだ何もないんだけどね。うん、よいしょ。めっちゃ怖いっちゃん、グラグラして。うん、よいしょ。で、2階の部屋がこんな感じになっております。うん、こっからだから階段で登ってきての2階ですね。そこトイレが、トイレになります。でこっち入ってお部屋って感じでね、うん、よいしょ。で、あそこにルークがあります。ルーク車が止まってます。で、まあ、ここがお部屋になりますね。もうね、天井まで張って、今週まただいぶ進むと思うんですけどね。完成はね、お盆前には完成する予定です、もうね。うん、お盆過ぎたら、まあ、お引っ越しかな。うん、って感じのチャオハウスになっております。ルークールークールーク、あ、来たルークが来ました。おー怖い、おー怖い、おお足が、よいしょよいしょ、バイバイ。まあそんな感じで今進んでおります。もう次は、完成しましたになるのかな、チャオハウスね。ぜひぜひ楽しみにお待ちください。ではでは、はい、皆さんもうすぐお引っ越しですよ。お引っ越し
シャオハウス行きますか。アコ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 シャオハウス行きますか。ムムよし、はい、完成したらみんなでシャオハウス行こうね。よし、ではでは2回目。